この Z クリエイターズっていうサイト面白いなぁ。ニコンのカメラにこんな機能があるとはね。確か夕焼けから星空のタイムラプス、俺も撮ったことあるけど、うまくいかないんだよね。そうか、ニコンの Z を使えば、それが簡単にできちゃうんだね。ええー、そうなんだ。セッティングしたらもう、車の中で寝てればできちゃうんだね。いや、それは楽だなぁ。タイムラプスメインでサブ機でニコンの Z 買ってもいいかもしれないね。今ニコンの Z っていくらするんだろう。Z6II、Z7II はちょっと高いけど、まあ今フルサイズ使ってるから、フルサイズだとニコンの Z5 がちょっと安いのかな。だいたい17万円ぐらい。APS-C だとニコンの Z50 があるけど、こっちは10万ぐらいだね。お、今 Z6 のボディが Z5 新品で買うよりだいぶ安いね。13万ぐらい手に入るんだ。そうか。まあ Z5 は裏面照射じゃないし、それだったら Z6 買った方がいいかな。やっぱセンサーは新しい方がいいよね。皆さんこんにちは。星野写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。今ね、Z6 の中古がね、すごく安いんですよね。まあ、今のね、センサーの問題で、そっちにした方がいいんじゃないかなっていうふうに考えてる方多いんじゃないかなと思うんですよ。でもね、このホーリーグレールっていう撮影をずっとやってきた私としてはですね、今 Z を買うなら、絶対 Z5 にした方がいいです。今日はその理由についてお伝えしたいと思います。行ってみましょう。はい、というわけでニコンさんが貸してくれましたよ。Z5 と Z50、Z50 の方が自然かな。Z5 と Z50 ですね。この2つ貸してくれました。でですね、私の視聴者さんからも Z5 ってどうなんですかっていうね、意見が結構あったんですよ。タイムラプス目線で Z5 はどうなのかと。実際にどういうふうに撮れるのかっていうのは検証してなかったので、今日動画にしてみようと思いました。まあ、Z50 はじゃあ一旦置いといてですね、こっちの Z5 からお話をしようと思います。まずね、ホーリーグレールを撮影しようとした時に大事なのは、まあ、センサーも大事ですけど、こっちに出しますよ。まず電源問題ですね。ホーリーグレールって3時間とか4時間とか平気で撮影するので、とにかく撮影枚数がたくさん撮ることになります。電池がどこまで長続きするかっていうのが大事なんですよ。で、そこで Z5 はですね、USB 給電に対応しています。つまりですね、こういうモバイルバッテリーと、それを接続する USB ケーブルですね、これをこう挿して、こう USB Type-C の端子がありますので、ここに挿すと、そうすると常にこう電源が供給されながらシャッターを切ることができるんですよ。で、Z6 は対応してないんです。ホーリーグレールの撮影中に、インターバル撮影中に電池を変えるっていうことをすると、もうそこで撮影一旦終わって再スタートですから、もう一つのシーンとして描けないんですよ。だからね、途中で電池を変えるっていうのは基本的には NG です。で、最初から最後までもう撮影しきるにはどうすればいいかっていうと、この USB 給電がね、絶対あった方がいいの。電源問題はもうこれで解決するので、まずここで中古の Z6 よりも Z5 を買った方がいいっていう理由の一つになりますね。次は、メモリーカードの問題です。写真たくさん撮りますから、タイムラプスは。だからおすすめはですね、私 128GB か 256GB です。そのぐらいの容量のメモリーカードが入っていないと、まあホーリーグレールだけじゃないですから、撮影するのって。ホーリーグレールも撮れば、そのホーリーグレールの前に星空のタイムラプスを撮るでしょうし、もしかしたら朝迎えてからもうちょっと昼間のタイムラプスを撮るかもしれないっていうふうになった時に、やっぱ大容量のメモリーカードが入れられるかどうかっていうのは大事なわけですよね。Z6 は XQD カードで1枚しか出せません。で、Z5 はこう SD カードがダブルスロット、デュアルスロットになってますので、 128GB 2枚入れたら 256GB 分取れますし、 256GB を2枚入れたら 512GB 分取れるということで、
まあ、かなり大容量で安心した撮影ができます。本当タイムラプスの撮影ってメモリーカードいっぱいになったら、まあ、差し替えればいい話ですけど、それがホーリーグレールの途中でね起こってしまった場合どうしますかと。で SD カードは安いじゃないですか。だから、まあ、その辺のコストもだいぶ違いますよね。この上のクラスの Z6II、Z7II になれば XD カードと SD カードデュアルスロットにはなるんですけども、コストの安い SD カードが使えて、しかもそれが2枚させるっていうのは本当タイムラプス撮影にとってはとっても大事なことです。はい、なのでこの点においても Z5 がおすすめでございます。あとねすごいいい機能があって、Z5 にはカメラの中でタイムラプスを作るっていう機能があるんですよ。 Z6 にはそれはありません。 Z6 を使うとホーリーグレーの素材は撮れますけど、それを動画にするっていう作業が別途必要なわけですよ。それはパソコンで、ダヴィンチリゾルブとか、あとシリウスコンプとか、まあ、フォトショップとかでもできますけども、そういったソフトウェアを使って動画にしなきゃいけないっていう手間が出てきますね。でこっちはカメラの中でもう動画作っちゃうんですよ。これはあの私の前回の Vlog でですね、霧ヶ峰に行った時の Vlog でワンシーンお見せしますけど、これすごいんですよ。撮影が終わった瞬間にもう動画作られてるんですよね。これびっくりしましたよ。普通撮影終了って撮影終了って止めたら、そこからしばらく経ってから動画が作られるとかね、もしくはあのパナソニックのカメラとかは動画作りますかって聞いてくるんですよね。でそれ作りますってやると、そこからしばらく待って動画ができるっていう状態なんですけど、これはどういう処理してるか分かんないですけど、止めた瞬間にもう動画作られてるんですよ。だから撮影しながら動画作ってるんでしょうね。しかもその動画記録形式も MP4 から MOV、 4K からフルハイビジョンっていう感じですね。いろんなデータ形式が選べます。まあ、ちょっとねワンランク上のことを考えても対応ができるような感じになってます。ですから、まあ、ちょっと画像処理苦手だな、タイムラプス動画にするのもちょっと苦手だな、でもやりたいじゃんっていう方には Z5 は本当にいいですよ。まあ以上の3点ですねの理由から、私は中古で Z6II よりも Z5 を買った方がいいと思います。で、ね、その皆さんが気にされている、センサーのところですよね。 Z6 と比べて裏面照射のセンサーじゃないっていうところなんですけども、まあ、それでどんだけ差が出るかっていうと、もちろん差がないわけじゃないでしょうけど、私あのこのカメラでですね星の写真撮ってきたんですけど、見てみてください。はい、これどうぞ。この写真ですね、感度 12,800 で撮ってるんですよ。感度 12,800 でこれですよ。ノイズがどれだけ発生するかっていうのを試したかったからですけど、12,800でこんだけノイズ少ないんであれば、6,400でも十分使えるレベルなので、まあ、星の撮影なりそれからタイムラプスやるにはもう十分なセンサーであると言います。だからね、そんなに気にすることないと思いますよ。それよりもホーリーグレールを撮るときに何かそのマイナス要因があるかないかって言ったら、マイナス要因ない方を選んだ方がいいです。失敗するか失敗しないかで、失敗する要素のあるカメラは使わない方が本当にいいですよ、タイムラプスは。ということで Z5 超おすすめっていう話ですね。じゃあ、実際タイムラプス、何個か撮影してきました。これからお見せする、タイムラプスムービー集は、この Z5 で基本的に、Z5 の中で、タイムラプスを生成した、いわば取っ手出しのタイムラプスムービーでございます。画像処理は一切しておりません。はい、ではご覧ください、どうぞ。
どうですか、十分じゃないですか。ね、すごい機ですよこれ。一応フルサイズのエントリーモデルでしょ。フルサイズのエントリーモデルでこれが取れるってね、すごいことですよこれ。やってる人には分かるすごいことなんですよこれ。で、あの一応一緒に説明しておくと、この Z50、こっちの機種、これ APS-C のモデルですね。 APS-C サイズのセンサーを搭載したモデルになります。こっちでもですね、ホーリーグレール撮影できるんですが、残念ながらこの Z50 にはカメラの中でタイムラプスを作るっていうのはできないです。だからタイムラプス専用の後々撮った素材を動画にするっていう作業はこっちは必要です。ただこれでもできるんだよ、やばいですよね。タイムラプスを作るのに慣れている人であれば、まだレンズの選択肢が少ないっていうところを解決すれば、もう素晴らしいサブ機になると思いますね、はい。キットレンズの2450の F4 から 6.3 っていうのがあります、まあ、このキットレンズもですね、 F4 のレンズなので、さっきお見せしたその感度を12800まで上げればホーリーグレールいけちゃいます。キットレンズだと12800まで上げなきゃいけないですけども、まあ、それでもねできますよ。だから最初このキットレンズポーンとかってね、サブ機として Z を導入して、そのメインの機種で撮ってる間はこれは放置してホーリーグレールなりタイムラプス撮らせるっていうのはすごい効率のいい撮影だと思いますよ。というわけで、今日の動画は以上になります。最後にですね、ホーリーグレールの撮影方法についてはですね、まあ、こういう動画とか、あとそのニコンさんの、Z クリエイターズのページからも、その撮影方法について触れている部分がありますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。